どんな曲が好き公園で待ってるね。今朝、トムに会ったおいでよ、一緒に行こう。今夜は、トムとデートなのよ。トムはタクシーで病院に行った。 そんじゃそこらのペンじゃない。トムがトイレの掃除をしたんだ。トムと一緒に海に行きたかったの。何時間も並ばなきゃいけなかった。あの家はトムの例が出るんです。 氷の上で滑らないように注意しなさいね。行かなくっちゃ他にすることがあるの。昨日は頭が痛かったからしなかったよ。トムとは3年以上の付き合いになります。 どうしてこんな目に遭わないといけないのあの背の高い人がこの男の子のお父さんトムがボストンで亡くなったってご存知でしたか メアリーにフランス語が話せるかどうか聞いてみて。メアリーはフランス語で説明した後、英語で同じことを言いました。